はい、皆さん、こんにちは。タイタラでーす。やっていきましょうか。ルイージー U。で、ソーダジャングルのステージ、ワールド5ですね。攻略して、今日からワールド6へ行きたいと思いまーす。でドン。来ちゃったぜ。ロックサミャーク。ねーす。ブンブン。これがラストブンブンだっけ？で、あ、そうか、ここのステージから砦が2つあるんだ、そういえば。だから結構長いと思いますので、頑張って攻略していきましょうか。それでは行きたいと思います。まずは一面、高台のチョロボン峠。チョロボン？何してくんだ、チョロボン先生。行ってきまーす。あ、なんか面白い。さ、チョロボンボンが、なんかしてますね。おー、元気か、おめえ。チョロボン怖いな、これ。俺ちっちゃいからな、今。おー、なんか、マーメマーミモメモ。なんもない、上。よいしょ。なんでこんなとこ隠してんだよ、マメちゃん。ねえ。マメちゃんあるからいらないよね。上なんかないの？上なんかでもなんかありそうなオーラはちょっと感じるよね。アリミ感じるよね、アリミスライム。スライム、スマイル。僕だいだら。死んだ。ひでえ！もう鳥ま、ああ、行っちゃった！鳥逃しちゃったね、これ。ねえ、まあまあいいでしょ、別に鳥逃したとこで。よし、じゃあとりあえず普通に攻略していきたいと思います。逆にね、いや、なんかそう、ああいうのあると攻略しづらいからね。逆になくてよかったねってやつやな、ほんと。ジャンプとかがすげえやりづらいんだよね。えいえい、え、これやっつけれんのかな。あ、すげえ豆入れるとかあるじゃん。ほら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 。さて、ゲット。これが1枚目ですね。で、あの豆を隠しルイージちゃん、豆入ったところのやつを取るとなんかがもしかしたらあるのかもしれないんです。これ何が何でも全部集めるぞ、みんな。ね、時間足んねえ、これ。あーぷ、やっぱ取っていくか。相当難易度上がっちゃうけどね。まあまあまあ、いけないことはないでしょう。ね、よし、よいしょ。でもゆっくり行かなきゃいけないって感じなので、ゆっくり行きましょう。で、行けるとこは一気に行って、で、ここだよね。これあれ上取れないから絶対ここ通らないと。まずは中入ります。こんにちは。スターコインがあればって感じ。ないんだ、これ。なんだここは。ねえ、おいおいおいおー、ワンアップじゃん、ワンアップじゃん。よいしょー、ワンナップじゃん、そんだけかーい。え、なんだよ、豆マリオで行く意味ないじゃん、実質。逆にしんどみあるよ、しんどみ。踏めんの、むしろこいつ。確かね、踏めなかったよね、これって。どんなのが出てきた。ほら。はい、はい。あ、いけた。くらえ。よし。やっつけることも可能だった。朗報ですね。時間ちょっと見てみて。もうあと34秒しかない。急ぎましょう、ちょっと。ひゃお、ここ無視しますね。さてさて、スターコインがどうすんだ、こんなん。は、無理でしょ、こんなん。何してんだ俺は。あ、天才では、なんか知らんけど天才では。待って、うーてー、俺ゲームうーまいじゃんけん。割とノリで行ったな、今マジで。最近ノリで行くことが多いね。ダイダラです。やっぱノリを大事にしたいとね、みんな。うん、僕味付き海苔の方が好きです。うん、海苔はあの液体の方がね、どっちかっていうとね、好み。海苔違いがすごすさまじい。というわけで次のステージだ。ロック山脈2面、フグ万年の住む洞窟。行きましょう。フグ万年ってでかいやつだっけ？あの、パクンチョしてくってくるやつ。ダイダラ美味しいってしてくるやつだよね。え？水の上走れるダイダラですけど、なんか質問が終わりで？で、これね、皆さん教えてやれよ、俺が。こっちな、答えは。はい。なんもないっす。待って待って、でもこの時間ね、有効活用しなきゃいけないのよ。絶対なんかあるから、ほら、ここ。はい！待って、時間ない、やばい。77秒、すげえ時間無駄にした。フグ万年マン、フグ万年マン。怖いっすね、これ。
アイス、あ、聞いた、聞いてる、聞いてる。聞いてないか、アイス。聞いてるようで聞いてない。なんてこと。ねえ、これ諦めよう。なんだお前は。えいや。フグマンデンさー、ありがとうございます。下。イエーイ、知らん、ダメージ食らってない俺は、実質。あ、ちょっと待って、なんか取り逃してんじゃん、もう。どこ、うわ、上上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 、計算通り。仲良くしようぜ。よし、さてさてさて、行きますよ。どんどん、あとはゴールするだけ。いや、よかった、一発で行けた、ここ。フグマンデン嫌いなんだよね、ほんと。時間も大丈夫？フグマンデンさん来てなーい。イェーイ。いいこと、攻略完了です。はい、イェーイ。バイバーイ。あー、しんどかった。はい、では次3面行きましょうか。そろそろ砦ステージかな？どうでしょうか？わからん。あ、砦だ、砦。頑張るぞーい。さあ、スイッチ押しながら行きましょうか、ポチ。なんかここすごい変な感じだったよね、コースの中身が。まあまあいいや。よし、行きまーす。ロック山脈。頭上注意、ゴロの砦。ね、ブンブンの砦じゃないんだ。ゴロ？ゴロってなんだっけ？コロコロ転がってくるやつだっけ？あいつか。ほら、お前だ、お前だ、お前だ、ゴロくん。ねえ、ゴロくん。うわ、ゴロくん。これ意外と大変というか、壁キックで、ゴロゴロしなきゃいけない、ゴロ。怖い、ゴロ、しんどい。えい。さあ、アイスダイダラでーす。アイスダイダラでーす。え？ゴロ。右か左かどっちでしょうってやつやな、ほんと。なんてことすんだ、お前は！でもこれで道が壊れて。え？あ、壊してる。ありがてえ、受ける。よっしゃ、ザバビロ。おお、これ大変やな、ここのコース。待って、これ多分ね、入れるよ、ここ。ほらやったぜ。さて、何ここ。ん、イエーイ、ちょれえな、ここ。ルイジの顔の壁紙ね。いいぜいいぜ、それ。じゃあ2つ目取ったよ。危ない、今の。危ナンバー大だらやんけ。やばい。うわー、上から降ってくるぞ。ゴロ。見てたよ、俺は、ちゃんと。あー、食らっちゃった。下入って。飛んでけー。うわ、なにこれ。横入られへんで。うわ、なんかどっかのルートあったやつやん、これ。あれ、ないの、こ、あ、反対側、ここね。3枚目は、どこだ、マジ。どっかの土管だよね。最後入らん方が良かったんか。さあ、これ、ブンブン空を飛ぶやつだよね、確か。空飛ぶ、ブンブンブン。ねえ、ハロー YouTube。よし、出た、ブンブンブン。羽ブン。あ、いけた、危ない、今の。今、怪しかったね。ブンブン。ブンブン。自ら踏まれに来るとはな。相変わらずだぜ、お前は。よし。さあ、ラスト1枚探しに行きましょうか。どこだ、おめえ。いや、鳥山、鳥山じゃない、鳥間。攻略。あと1個。さて、ここら辺ですね。ゴロちゃんがいたところ。なんですけど、これを自力で登っていくパターンだと。あ、向こう側に、え、ちょっとやばい、やばちゃん、大丈夫じゃん。ちょっとよ、よし、ここだな、3つ目は来たな。さあ、あ、おお、あるじゃーん。よーし、どれだい、あるの。うん、なんだこのブロック。さあ、どこ、おお、どこ行くで、お前どこ行くで。え？あれ？何これ？隠しゴールやん！え？ほら、お、イエーイ。びっくりした今。そういうパターンで、ね、
そうか、床がちょこっとへこんでるからそこ怪しいぜってことな。イエーイ、さあ隠しゴールを抜けると、あ、そっか、隠しゴールステージかここが。いや、なんか今回は充実の展開でしたね皆さん。よし、はい、じゃあまあまあいい感じにね、最後驚いたのでお題モードでもやって終わりにしたいと思います。お題モードはちょこちょこ埋めていかないと多分終わんないので、少し頻度高めでね裏につけていくと思いますのでよろしくお願いします。はーい、ということで、まずタイムアタックとかからやっていきましょうか。テレサを、え、何これ、テレサの踊りをかいくぐれ、ただし豆で前回俺やったよなと思ったら豆、今度嘘、ただし豆でってきつくね。さあ行きましょうか、豆でノリで。ちょ待って、これめっちゃむずいわ。待って、ジャンプするやん。ジャンプのね、ふわ具合がえぐい。ふわってわかる、みんな。俺地面ついてる気持ちだったんだけどついてなかったんだよ。それは詰まるところ、転がっていったりするのを増やしていかないといけねえわけで、いける。ダンスダンス3回やれば攻略できるでしょ、さすがに。よし、で、ここは走り抜けて超ジャンプ、どうだ、ダメだこれ、ダウってくるっといって、いったー、いけたぜ、豆しんどい。というわけで見事アメリタイムユタクリアしよう、でパワーンダイタラすごーい俺やるわ意外と。ババーンと攻略でーす、金メダル。タイムアタック系はまだ得意な方だな。俺苦手なのはワンナップ系、あれ実を言うと相当クリやり直してるんですよね、ほんとしんどいぜ。さあ次コイン集めですね。コイン集めも割と苦手なんですけど、さあどう取る、お化け屋敷のコイン集め。工夫してコインがたくさん集めろ、取れるコインが全部なくなると終了だよってやつ。え、どういうこと150枚集めろってこと、取り方を工夫しろ、工夫。え、待って、こうやって、待って、どうすんの、わけわかんない、これで終わり、終わりじゃないよね、なんかこれ、え、お題失敗だったんだけど、91枚、あれあれそうか、そうかやな、これ。ちょ待てよ、ってことは、あ、踏んじゃった。よし、まあ、とりあえずやれることだけはやっては、おいてやっちゃったよ。これで何枚だみんな、ねえ、130、うわダメだこれ、ちょっと足りてねえ、ドア入れねえ、145かー、クソ、やり直そう、ちょこれガチめに頑張らなあかんな、これいくぜ、ほい、こんな感じで取って、ヒップドロップして取って、あっと、どうだこれで。いや、今回は今までで一番ね、残ってるけど、2個残ってんだよね、そこに。あ、いった、150いった。やった結構、ね、シビアというか、ギリギリやったね、これ。オッケー、ってわけでお題クリアナンバーワン。意外とやれたじゃん俺、勢いつけるっていうか、ねえ、スピースイッチの右側に壁に一回タッチしてから勢いつけるなきゃいけないから、そこがちょっと難しかったね。ふう、まあ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 、問題ない、ここも大丈夫だ、俺は強いまあ星2だもんね、この辺は。こっちが星3なんだよな、もうやだ、やりたくねえはい、ちょっと待って、下へ星4じゃねえこれ、バカでしょ、やめろよ。キラーの上でワンナップダンシングベイベイ、敵を連続で踏んでワンナップ目指して、60機アップまでっていう、なかなか狂ったやつですね。頑張っていきましょうか。よし、まあ60機ぐらい俺にかかればね。おっと、これなかなか、うわ危ねえ、結構むずいというかシビアじゃないっすかねこれ。だってもうないよ、ほらないよ、ないもう。踏む順番ちゃんと考えないといけねえこれ。まあでももう分かったよこれで、ね、上のやつは最後で、こうこれをひたすらこのリズム壊さず踏んでいけたら俺の勝ちってことでしょう、おそらく結構しんどいぞこれ
頑張っていきましょう。おい、うえい、しくった。よし、さあ通り魔20機アップまで行ったんだけど、これ60機アップまでしろっていうなかなかバカなステージだったよね。確か終わった。最悪だこれマジ。やばいやばい、リズムが、リズムが壊れた、リズムが壊れた、やばいやばい、やばい、めちゃくちゃだよ、もうめちゃくちゃだよこれ。よし、20機アップ。やばい、テンポが崩れちゃったから、おお大変すぎるこれ。でも逆に楽になった感がもう、なきにしも、なきにしも、あらず、なんでだよ。さあ60まで地獄のバトルロードじゃない、長い長い道のり歩んでいきましょう。さあやっと40です。じゃあここからはで、ね、俺と一緒に人生を過ごしていきましょう。危ねえ今の。もうめっちゃ手汗がやばい。あと少し、よし60、あとはいけるところまで行っちゃおうぜよ。ベイ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 、よし、あ、しくった。もうな、無理でしょ。あ、時間切れがちょうど72アップはなかなかやればできる子大だらですって感じしないねえ、くって感じ。いやー、しんどかったこれ。ナンバーワンは私の勝ち。よーし、当分いいですここのステージ。はい、じゃあ次です。でラスト1個今日やりましょうか。なんだ次は、水辺の谷のムササビ飛行。あ、これ床に着地せずゴールしろっていう結構簡単なやつですね。これめっちゃ簡単だよね、床で着せず行けってやつね。え、俺を舐めとんのかってレベルだわこれ。おっとおっと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 、舐め、うわ、舐めとんか、ほら、待って、これ石踏める、石踏めるんだ、ありがとうございます。よいしょ、こうやって、あ、きついこれ。うおおおお、危ねえ、危ねえ、お前踏まして君よ。イエーイ、ちょっと待って、お前、おいしょっしゃー、最強一発攻略。お題クリア、ナンバーワン。まあこれは簡単だったね。うん、前一個前のなんか泡シャボン玉のやつね、前回の動画の最後にあると思うんですけど、あれの方が難しかったね、あっちを狂ってた本当に。よしということで、じゃあ皆さん今回もこれで終わりにしてましょうか。お題モードやればやるほどどんどん増えてくる魔界みたいなステージなんですけど、まあ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 、まあ、まだね、全然終わってないので、やれる限りは次回以降も埋めていきたいと思います。それではまた見てください。おつぽよです。じゃあの、バイバーイ。